はい、皆さんトライアングルです。というわけで今回なんですけど、はい、こちらあまりっていうか意外とやってなかった、五条悟全員 VS、こちら両面スクナ全員でどちらが勝つのかやってみたいと思います。昔やったと思うんだけど、でもだいぶ変わったっていうか強さがマジで変わったし、あと多分ね、こんなに追加されてなかったと思うんですよ。完全体スクナもいなかったんじゃないかな。なので、ちょっと今回あの戦闘長くなるので、おそらくカットがかなり多くなると思うんですけど、やっていきたいと思います。で、最初は1級ですね。こちら1級呪術師の五条悟、そして、特級呪術師の五条悟、そしてクジラ様の五条悟と、これで3体五条悟ですね。そしてスクナはいつものように、イタドリスクナ、フシグロスクナ、完全体スクナと、これでやっていきたいと思います。ということで、もう説明はいらないよね。説明はいらぬ、1級、まあ1級がどれだけ減らせるかっていうのもかかってくるとは思うんだけど、スクナがねだいぶ昔より強化されたとは思うから、そこがどうなってくるかではあると思うんだけど、ちょっと待ってね、音量が俺、あ、やっぱりちっちゃくなってた。多分あれだ、ローゼツスクナだ。あ、でもスクナだからローゼツスクナも入れるのありか。まあでもいいかな、この、あ、紫、お、すごい、紫いった。でもダメージが入ってない。あれ、おかしいね、今紫でダメージ入ったんじゃないと、当たらなかったんだな。さすがに今の体力の減り方は紫直撃したら200-300ぐらいは入ると思うから。さあ一瞬で反転術式で回復していく。まあ1級五条先生はね、まあ、正直スクナーとは相手にならないとは思ってるけど、で今回前ね、そのスクナ VS 五条悟とかでよくやってるのって変わってくるのが、五条先生今回無加減オフなんですよ。無加減オフのモッド入れてるので、通常攻撃、この殴るダメージ、でもスクナって基本的なあれか、五条先生で通常攻撃入るか、入ってないっけ、いつもなんか通常この連続パンチも今回スクナ多分ダメージ入るようになってるんで、ちょっとかなり五条先生側は不利な気はするけど、その代わりこのクジラ様の五条先生がめちゃんこ強いので、そこでどれだけ挽回できるかみたいな感じになってくるかな。いやでもまだわかんないな、言うて多分これイタドリスクナと五条先生だったら多分五条先生の方が強いから、フシグロスクナと五条先生で意外とね無料空襲を止めれば五条先生がいきなり大逆転みたいな、一発で倒したりすることもあるから、まだちょっとどうなるか全くわからない。だからこれはちょっと正直気になってたんですよ。でずっとやりたかったんだけど、まあちょっと多分試合時間がかなり長くなっちゃうかなと思って、多分どうなんだろうな、フシグロスクナって特に五条先生とかなんちゃどうだ、20分前かかったからね。まあカットすればいいんだけど、今回ちょっとこれイタドリスクナ相手だったらなんか多分カットせずにいけるかなと。ほらほら減ってる減ってる減ってる。反転術式が消えてるのか、それとも反転術式がもう打てないほどダメージを連続で食らっているのか。いや多分なんかあれだな、多分まだしばらく放置すれば、あ、回復していくね、回復していく。でもだいぶ回復量がかなり減っている。てかこれあれか、もしかしてハマっちゃった、もしかして君ハマっちゃった、これでどう。いや違うな、動きが多分、うわーわおわお、いきなり、なんだ今、ん、今赤かなんかが多分回避できずに直撃かな、今それぐらいなんか体力がゴリゴリゴリってゴリゴリ減ったね。すごい、あなたの攻撃強かったよ。いきなりなんか450か60くらい食らったよね。いきなりなんか体力が一桁になって、さすがのトライアングルさんもびっくりです。はい、まあさすがのってかいつもびっくりしてんだけどさ、ちょっと一応今んとこんな感じ。まあ今使ったから今のところ残り1体ずつですね。完全体ですけど、クジラ様のスクナと五条先生がどれだけのパワーを発揮するかどうか、それによってかなり変わってきそうな気がするが、さあどうだ今、五条先生がまだこれは長く続きそうなので、さすがにこれはじゃあちょっとカットしましょう。はい、少しお待ちください、決着がつくまで待ちましょうぞ。あ、ようやく来たわ。ちょ、何を言ってるかわかんないと思うんですけど、ちょっと聞いていただきたいんですけど、今ね、動画時間が7分。7分っていうか動画時間っていうか戦い始めて7分経ってるんですよ。で、その間1回も領域展開が出なかった。なんでなんでって心の中でずっと思いながら見てたんだけど、ほら、もうスクナの体力がね、まあ、ここから完全体スクナに変身はするんだけど、それまで、この戦いがなかったの。だから多分本当に領域展開、
あんまり打たなくなったのかな。7分間何もないってことは今までなかったから、おそらく何かしらの化学変動が起きてしまったんじゃないかなと思うんですが、さあでもだいぶ今んとこまあフィニッシュに、いやでもまだまあ伏黒スクナーはここでやられたとしても完全体になって変身する。まあでもその完全体はね、そのこの完全体よりかは能力的にははるかに劣るというか、あの倒しやすいとは思うんだけど、五条悟りが今304、反転術式はまだ発動しない。さあ無料勲章こっから、まあ、どうなるかわからない、勝つかもしれない。さあそして完全体になるか、ここで完全、この状態で完全体になったらどうなるんだろうこれ。あ紫だー、まさかまさか、どうなる、なんかすごい、待ってすごい紫になった今、無料すげえ、待って完全体に勝った、これ変身しなかったのかまさか、あの不思議のつくなんて倒すと完全体になるのよ。まあでもあのこの完全体よりか弱いと思うんだけど、多分これ紫で、あの無料空所が押し勝って全くガードできない状態の時に紫を打った、一瞬でやられた、打ったんだこれ多分。ということで、はい、さあオフ、さあこれでどうだ、あとは無か、これ今無影オフにしました、この五条悟かクック、いやでもまだわかんない、まだわかんない、今反転術式を今回復させたんだと思うんだけど、さあ青で動きを止めて、でも五条先生結構今これダメージ受けてるね。さあそしてスクナの方は、スクナの方はまだ完全反転術式あるからわからんな、ダメージは受けてはいると思うんだけど、反転術式で多分すぐ回復するし、あと何より紫来たら一発だからね多分。ああ紫だ、まさかこれは、まだ耐えた、まだ耐えた、耐えてる、すごい、このわあまた紫だはい、ということで330、すごすぎる、クジラ様めちゃんこいい勝負したじゃん、何なんかどっちかが圧勝するかなって若干思ってたんだけど、すっごいいい勝負しちゃったはい、ということで今回、五条悟全員 VS、両面スクナ全員は、まあ、かなりの僅差だね、330で五条悟の勝利となりました。いやでもさ、なんかあれだわ、あれがなかったら多分スクナの方が勝ってたから何とも言えないんだけど、あの紫、無料空所中に紫というまさかの奇跡が起きましたね。だからそれのおかげで、まああの伏黒スクナのまあ第2形態というべきか、もう完全大スクナ1体分いなくなったようなもんだからね、それがこれがなかったら多分どうなんだろう、スクナ側が勝ってたんだよ、だからまあほぼ互角みたいなもんなんじゃない、結果としてはもちろん五条悟の勝利だけど、まあ一歩間違えたらっていうか、もうあの奇跡が起きなければスクナが勝ってたので、まあやっぱりいい勝負、お互いやっぱりかなり能力値的にはすごく似てる感じになってんだなって思いましたね。はい、というわけでじゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です、バイバイ。